牛肉祭りじゃ。こっちは焼肉で、こっちが鍋。山盛りご飯とともに。鍋はなかなか牛肉と組み合わせるのは珍しいと思うクリーミー系の出汁でグツグツやってみたいと思います。果たして合うのでしょうか。さらに今日はこれにとろーりチーズもたっぷりかけるという暴挙に出ました。まもなく恐ろしいカロリーモンスターの誕生です。ハロウィン近いんでね。ああ、ほんとだ。ビールの泡だ。おお、あんまり冷やすぎると泡がさ、少ないらしいです。焼肉って感じで用意したんですけど、完全にステーキですね。これ真ん中の穴っていいんですか？真ん中に穴開いてる。あ、大丈夫です。いいなって。おお、でかい。あ、ちぎれちゃった。あ、柔らかいからちぎれる。昔缶詰の汁飲む癖があってさ、結構口切ったことあるんですよ。口切れないようにできてました。ちょっとそれだけが不安だった。結構バンって思ったな。振っちゃう。振ったら悪いよ。強制的に。この真ん中の穴に吸い込まれてるって。そうですね。結構食べる。もうちょっと塩コショウで楽しもうっと。厚さが5ミリもあるから1枚でもステーキを食べているかのような満足感のあるお肉。塩コショウだったらさ、お酒に合う。
最近めっきり寒くなってきたから、こういう味のやつすごい欲しい。ケーキとかやった方がさ、多分無難に美味しさ見た目で伝わるかもしれないんですけど、自分の好みであえてこういうクリーム系にしてみました。美味しい。この肉鍋にしても普通に美味しい。1枚が大きいからインパクトあるよね。このサイズの肉ってスーパーとかではまず買えないし、焼肉にしては分厚いけど、でもステーキにしては薄いみたいな、このさ薄さが絶妙。この厚さと大きさで売ってるのなかなかないから、これインパクトある。楽だし、でも味のレパートリーコロコロ変えれるから、毎日食べても飽きないじゃないですか、鍋って。いろんな味で試したいよね。トマト系でも意外に合う気がする。すき焼きは絶対合うし。今日はジン。うん、これ美味しい。炭酸で丸だけでめっちゃ美味しいです。あ、火消したんだ。鍋と言ったら何鍋一番好きですか？あー、これ系みたいな。ここキムチですね。あー、キムチか。水炊きみたいな。あー、毎年ニュースとかで今年の鍋のトレンドは何ちゃらみたいな、カレーだとか、はい、いろいろ出てくるけど、10代の時とか豚骨なんちゃらとかに目行ってたけど、最近ゆず塩とかに目行っちゃう。あっさり系に行く。年を感じる。カレー入れるとカレー味になりますもん。あ、そう、まあ、美味しいんですけど、うん、それだったら鍋じゃなく普通にカレーライス作るかなっていう。でも子供いる家だったら多分子供目線でも考えてカレーとか。焼肉にタレかけて食べよう。これでも火通さないといけないやつからこんな感じ。あ、そのまま大丈夫ですよ。かけてもいいか。はい、開いてないですけど。あここ開いてるから開いてる。信用しすぎた。
焼肉と鍋両方堪能できるなんて幸せです。家族で囲む鍋を一人占め嬉しいような寂しいような鍋にネギ盛るの忘れた。
肉の油染みたネギ。うま。黙々と堪能しているこのお肉、ただいまセール中なので通販の URL を説明欄に貼っておきます。気になる方はどうぞ。焼肉用の卵最後にかけちゃう。クリーム系だからチーズやった方が絶対合うんだけど、卵はまだ残ってる。卵入れて、あ、でも卵はもっと入れなきゃ。今日もお疲れ様です。ごちそうさまでした。本日の NG 集。久々だな。これも食べてみました。個人的にタンが一番好き。終わり。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はデカ盛りのおかわりドッキリ、もしくはボロボロの外観の居酒屋大食い放浪記みたいなやつのどちらかです。両方撮影に行くのでどれだかがあった方ということでよろしくお願いします。